麻酔科医富永紀夫です。更年期障害を根本的に治療する HRT 女性ホルモン補充療法ですが、みんなが受けられる治療方法かというと実はそうではありません。 HRT が受けられないという人が4つ禁忌が4つあるんですね。これもご説明しましょう。一つはですね、乳がんの既往のある方、もしくは乳がんの治療中の方です。3つ目が血栓症、肺梗塞、脳梗塞などの血管が詰まる病気ですね。これが起こったことがある方は禁忌ということになります。最後4つ目、これはですね、重い肝臓障害がある方。女性ホルモンっていうのはですね、代謝を肝臓で行われますので、重症の肝機能障害のある方は受けることができません。他にもですね、注意を要する病気というものがあります。これはボディマスインデックス、これ肥満の指標なんですけれども、肥満が25以上の方ですね、非常に太っていらっしゃる方は要注意と言われることがあります。2つ目、60歳以上の女性です。女性ホルモンの補充療法においては閉経後の女性ということになるんですけれども、閉経から10年以上経っていらっしゃる方には注意が要するということになっています。3つ目、血栓症はまだ起こしていないが、この人は血栓症のリスクがあるんじゃないだろうかと考えられる方も要注意です。高血圧や糖尿病の治療を受けていらっしゃる方も注意が必要です。胆嚢炎、胆石症、重症の高トリグルセライド血症、こちらの方も注意が必要です。偏頭痛、転換、子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症にかかったことがある、また不正出血ですね、不正性器出血がだらだらと続いていらっしゃる方、このような方にも注意が必要となります。 HRT は女性にとって非常に有効な治療法でもありますが、注意が要する治療法でもあります。ぜひ医師にご相談ください。このチャンネルがいいなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。